高畑茂雄四月二十日から九百六十四年十一月三十日は、大正昭和初期の日本の洋画家、静岡県の美術界発展に貢献した。明治二十五年四月二十日、富山県で生まれる。父作次郎、母や井の長男、北海道旭川で小学校を終え、家族と共に、朝鮮に渡り、辰山で十八九歳まで暮らし、単身上京して、 神田の下宿に落ち着き、牛米の写真学校や神田の生息学校へ通学。その後、三越写真部の柴田恒吉の門に学び、白馬海洋画研究所に席を置く。家族の状況、ついで静岡への転居は、明治45年4月、満20歳の時であった。静岡市の草深、横田、江川町と転々し、そこで大正初年に写真館の営業を始めた。 東京日日新聞の日本語重計写真に入賞し、昭和2年には静岡県知事から天皇に献上するための藤川の富士を撮った。後に静岡県写真商業組合の常務理事、同組合会報の編集、新聞雑誌の写真表など業界に知られた。画家としての高畑は少年時代の夢が白馬海洋画研究所で目を出し、 岸田隆盛や斎藤よりとの出会いは、彼の情熱を一度二席を切って、美術活動へ押し流した。昭和3年演寿受者店初入選。昭和8年演寿受者の解散により、高間創七、斎藤より、熊岡義彦等による投稿会が誕生する夜会員として出品し、活躍した。静岡県美術展の創立では、 昭和11年第1回転へのお膳立てに尽くした。その審査に、近藤幸一郎、栗田武史、杉本総一、芹沢圭介を招き、県外在住サッカー立健治、石川金一郎、服部史郎、市木久次郎、沢田正宏、中村学良、栗原忠二などの出品をはじめ、県下一円の美術集団の展開を将来した。昭和17年に、 脳卒中で倒れ、右半身不随の後遺症になるが、絵筆を取り続けた。昭和39年11月30日、静岡市大岩町で、自助邸の家族に見取られて死去した。ありがとうございます。